私最近のヘリコプター同じ顔に見えるから間違えちゃった。ヘリの間違え方が老人がアイドルの顔を見間違えるそれと同じ。予想通りにまた車線が切れましたね。この予想程度は気象庁の程度と種張ります。気象庁に身柄拘束されて拷問受けても知らねえからな。マリサの中の気象庁のイメージって特別高等警察と同じなんだ。今朝の天気予報で晴れのち大ミサイルとか聞いてないんだけど、ミサイルの量を天気予報に求めたところで管轄外だよ。どうも皆さんこんにちは。今回もやっていきましょう。モダンウォーシップス。今回使っていく鑑定はこちらの DDGX 新築駅地下の工場兼の物件となっております。不動産紹介。そして今回はこちらの DDGX で個人的にベストと思う編成にしてプレイしていきます。急に不動産感なくなった。まず1枠のミサイルには SM6、 こちらは対空意識のミサイルですね。続いて3枠のミサイルにはレーザー誘導式の X51。 このミサイルだと着を誘っておいてなお命中させることができますので、3本枠にはおすすめです。レーザー誘導式だと着が効かないからな。そして先ほどの SM6 は実はミスですので、はあ、本当は速度があり命中確率の高いブラモスにするつもりでした。ガチのマジで間違いならカットしろ。そして秘宝はもちろんみんな大好きモナーク。結局秘宝はいろいろ試してもこれに落ち着くよな。実家のような安心感があるからね。ごめん、その感受性には全く共感できない。魚雷は日本枠ですので数を生かすために中国魚雷で、そして自動艦砲は距離をとってもしっかり攻撃してくれて、なおかつ着で防がれないマーリンを使います。この辺は結構人によって分かれるだろうな。防空は体幹にリソースを割かれないタイプ2030。そしてもう一つの防空はエクスカリバーでいきます。レーザー防空の中で一番射程が長いからな。伝説の防空専用装備の中では2番目の射程だね。あれ、エクスカリバー装備してなくないか。エクスカリバーはマサチューセッツにつけっぱなしですので今から取りに行きます。お前今回段取りがマジで悪くない。ちょっとディレクター、この番組段取り悪いって出演者からクレーム来てるよ。この番組にディレクターなんていねえし、そもそも番組ですらねえよ。ということでマサチューセッツから防空装備を剥ぎ取ります。船の装備を外す表現がモンハンと同じ。ということでそろそろ編成も整ったので実際にプレイしていきましょう。ごめん、尺余った。しっかりしろ。では実際のプレイ画面へどうぞ。マップは失われた都市。マリサの地元が大変なことになっていますね。人の地元を勝手にゴーストタウンにするな。実際のところ地元どんなとこ？破壊の限りを尽くしたからもう地元はないんだ。一体何があった？まずはいつも通り索敵ヘリでの索敵からですね。紹介し忘れていましたが今回の関西ヘリはオスプレイです。いやこれ見てるだけでバローだろ。え、マジで？私最近のヘリコプター同じ顔に見えるから間違えちゃった。ヘリの間違え方が老人がアイドルの顔を見間違えるそれと同じ。私が索敵せずとも味方が索敵してくれたので敵は全て見えました。そしてやっと戦闘が始まった段階なのにもうすでに結構なダメージ量です。開幕ボコされてるのくさ。これが英雄ヘイトってやつですかね。英雄を取ってから行ってください。そしてソードシップと車線が通ったので攻撃開始。車線が切れたので攻撃終了。そういう逐一報告別にいらないから。今の位置だと敵が見えないので移動します。もしくはコンタクトをつけるって手段もあるけど、視力が悪いわけでもないのにコンタクトつけたところで解決するわけねえだろ。そして先ほど私を攻撃してきた航空機の主であろうアメリカを発見。空母の姿が見えたのならこっちのものだな。ということでまずはミサイル攻撃から開始。レーザー誘導ミサイルは2発命中の6万ダメージ。マリサの年収並みのダメージですね。え、私の年収低すぎ。車線が切れてブラモスのロックが外れました。こういう時でもミサイル発射できるのがレーザー誘導の強みですね。さらに飛行で遮蔽物を壊して姿を捉えてロックオン。鉄管の周りに遮蔽物はなくなったな。だけどこのまま右に移動してまた隠れると思うよ。それまである程度体力を削っておきたいとこではあるな。いっそのこと船ごと突撃する。何でも突撃すればとりあえずオッケーって思うのやめろ。予想通りにまた車線が切れましたね。この予想精度は気象庁の精度と種張ります。気象庁に身柄拘束されて拷問受けても知らねえからな。マリサの中の気象庁のイメージって特別高等警察と同じなんだ。鉄プレイヤー波動らやら空母放置してるようですね。ずっと同じ方向に進んでるってことはそういうことだろうな。しかし私も単独行動しすぎたようで大量のミサイルが飛んできてますね。今朝の天気予報で晴れのち大ミサイルとか聞いてないんだけど、ミサイルの量を天気予報に求めたところで管轄外だよ。気象庁も職務怠慢なものですね。気象庁の役割をなんだと思ってるの。そしていつの間にか敵潜水艦に迫られてますね。他の敵艦からもミサイル来てるぞ。この船魚雷の迎撃装置を持っていないから逃げるしか方法がありません。そして敵潜水艦が潜っている状態なのであまり火力をぶつけられないので奥にいる敵艦から攻撃します。このソードシップから攻撃するわけだな。この相手さえ撃沈すれば今の敵からの攻撃が少しは弱まるからね。ということでソードシップをキルアシストでしたが撃沈。ナイスキル。続いては奥にいるナヒモフを攻撃します。それまで潜水艦からの攻撃に耐えられたらいいけどな。ミサイルには近距離なので逆に迎撃しやすいはず。魚雷に関しては祈りの舞を踊って当たらないことを祈るばかりだよ。魚雷に関する対応策だけ楽部族的。 X51 が3発とも命中で12万のダメージ。結構削れたな。最終的には味方が撃沈してくれました。味方に助けられたな。最終的に潜水艦も浮上してきたタイミングで合金しました。どうだったでしょう DDGX の今回の編成。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とシェアをお願いします。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。他にもいろんな動画を投稿してるからよかったら見てほしいんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。